オスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、皆さんこんばんは、宮野真守です。さあ今週も始まりました、宮野守のレディオスマイル。さあ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 、23日にですね、ライブツアージェネレーティングがねスタートしました。初日は北海道から、やらせていただきまして、ジェネレーティング北海道に参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。そのライブ中にも聞いたんだけど、初めて来れた人とか北海道の人とかって聞いたら、もうたくさんの人が手を挙げてくれて嬉しかったな。本当に会いにね行ったことでマモに会いに来れたっていう方々がこんなにいるのかと思ったら、もう本当に感動しちゃってありがとうございました。そしてですね、明日、まあ明けて今日という言い方ですかね、29日日曜日は広島の皆さん会いに行くので、皆さんお楽しみに、一緒に盛り上がりましょう。はい。でそんな中ね、新曲の発売日がタイトルもね発表されたりしましたね。アジンのエンディングテーマにさせていただいております How Close You Are、こちらがですね来年の1月27日に発売になります。 How Close You Are、 どんなに離れていても君は僕のそばにある、まあそういった意味が込められているタイトルでございますが、どんな曲に仕上がっているかは発売されてからのお楽しみということでございます。あ、でもアジンのオンエアで聴けるのかな、27日の前だもんね。はい、ということで楽しみに待っててくださいね。そんな中ジェネレーティングの感想もまあたくさん届きまして、みんな気を使っていただきネタバレをしないように上手に書いて、くれているのですが、なかなかだからね、そのジェネレーティングのことに関してはね今日喋れることはほぼないのでまあとりあえず今日走り出してみてどんな放送になるのか、僕も全く全然関係ない話もしそうですが皆さん楽しみに今日は聞いてくださいね。それでは今週も行ってみましょう、宮野守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りします。さあということで、今週も皆さんのお便りを読んでいきたいと思います。 How Close You Are はこの番組でも書けるっていうことなので、いつかかるんだろう、まあいつかかかります楽しみにしていてください。お聞き逃しなく、楽しみがねいっぱいやってきますね、ふふ。さあそんな中、まずはほっこりから行きたいなぁなんて思うんですけども、続けざまに2枚ほど行こうかなぁ。まあ私、まあ先週もやったかもしれないんですけど、ジェネレーティングの最中なのですが、アメージングも発売されたので、ほっこりはですねアメージングの方で行きたいと思います混乱しないでくださいねマモラジネーム、あかね漬け希望ちゃんあかねからいただきました懐かしいマモちゃん、マモ版は、マモ版はライブ DVD のアメージング見ました、ありがとう。コントを見ている時に反抗期の弟がリビングにやってきてしばらくは黙って見ていたのですが、テラシューが爪がー、シュンコ爪が、テラシュー深爪のあたりの下りから爆笑していました嘘、その前に魔毛結構出てる結構魔毛の見せ場その前に結構あった、花子さんの下りとか壁ドンの下りとか、そこ弟黙って見てたちょっと恥ずかしいふつふつ来てたことを願いたいよね、弟の中ででもこらえられなくなったのは深爪だったそうですかわいいしかもこの反抗期の弟ってあたりがいいよね、弟は普段私が
おはようとかおかえりとか言っても無視するのに、マモちゃんを通じて同じ笑いを共有できてすごく嬉しかったです。ああ、よかったじゃない。ねえ、普段はねえ口引かない兄弟が、それでもバカ弟なのでお姉ちゃんの言い方、バカ弟なので、バスケのシュートのシーンではこんなんすぐ流行るやろとか、自分もできるわけではないのに調子に乗っていましたが腹立つこんなんすぐ流行るやろじゃあやってみれば、虫みたいだもうそうやってすぐ無視する。は？関係ねえし無視とかじゃねえしこれからも積極的にマモちゃんのコントを見せていこうと思います。そうだね、今が反抗期なだけだから本当は一緒に笑いたいんだよ弟積極的に見せていってね、兄弟の交流を図ってください過去作品も面白いのいっぱいありますのでラジスマネームひよこさんからいただきました。マモちゃん、マモ版はついにアメージングが発売となりましたね。私はアメージングに参加できなかったので、もう見るのがすごく楽しみでした。早速家で見たのですが、最初から叫んでしまいました。しばらくすると弟が帰ってきて弟、また弟、何気なく私の後ろに座り見ていたようでした。おー、またね、兄弟のここでね、交流が。私が社員を見てキスミーなところで、やばいどうしようと叫んだら、弟がすかさず、は？何がどうしようだよ、大丈夫か冷めてると言われてしまいました。ちょっとはしゃぎすぎたと反省中です怒らないんだお姉ちゃん反省中です。もう手が見えたね、ひよこのいいね、でも見てくれてたんだね、きっとね、弟もこうね、弟系多かったですよ。でも家族と一緒に見れるっていう風なのを書いてくださる方が多くて、DVD とかね、ブルーレイとかになると、ライブには誘えないけど家で見るっていうのはね、どんどんね、増えてきたりとかしているので、そうやってね、たくさんの人に楽しんでいただけたらなと思うし、もしよかったらね、弟もライブの方にもね、遊びに来てほしいななんて思いますよ。反抗してないで素直なんだよ楽しいから自分の扉開けちゃいなよ一線越えてこっちにおいで、いいよ、僕のせいにしてあげるそれだけ聞いてください、トラストミー北海道のお話できるかな、ネタバレにならないように頑張るけど。マモラジネーム、呼び捨て希望、ドサンコのサナーさんからいただきました。北海道の子だよ。マモちゃん、マモちゃん、マモちゃん、マモ版は、マモ版は、チュンのレーティング、北海道公演お疲れ様でした。初めてマモちゃんのライブに参加させていただきました。初めてだ嬉しい。もう本当にマモちゃんのパフォーマンスに初っ端から鳥肌が立ちまくりで羽ばたけそうでしたまだ肌だけどね鳥羽じゃないよ、はい、羽ばたけそうでした、ありがとう。今まで画面越しや紙越しでしか見たことなかったマモちゃんがステージにいる姿を見て、あれは本当に宮野守なんだ、自分の目線の先に、え、あのスーパースター宮野守様がおるんや、なんで関西弁なのドサンコのサナーでしょ宮野守様がおるんやなんて信じられず、マモちゃんがにじむと思い涙をこらえながら、ライブの序盤は若干不信感を抱きつつ、どういうこと本物あれも嘘、序盤で不信感あれ違うんじゃね、
よく見たら、せいやじゃねみたいな。うげえって顔し、うげえって顔しない、スタッフたち。でも、それやだね。不信感抱くね。いや、嘘嘘。でも、そんな不信感なんてのも、頬を引っ張らずとも、マモちゃんの歌声や、みんなの声に応えてくれるマモちゃんの声、マモちゃんの笑顔、マモちゃんの表情、マモちゃんの仕草、マモちゃんが紡いでくれるフレーズや言葉の一つ一つ、マモちゃんのパフォーマンス、宮野守るという存在すべてが、ああ、本当に夢じゃないんだなって思わせてくれました。ありがとう。今はもう幸せな気持ちで胸がいっぱいです。お腹いっぱいです。北海道の寒さなんか何のその、ヒートテックなんてものはいらない。最高に熱くて楽しいジェネレーティングなライブでした。エンターテイナー宮野さん、北海道を開拓してくれてありがとう。でっかくなっ、俺が北海道を開拓したんだ。もうそれ歴史上じゃん。文字で見るとすごい破壊力だな。宮野さん、北海道を開拓してくれてありがとう。すげえ、開拓した北海道でフロンティアなライブをジェネレーティングしてくれてありがとう。何度だってお帰りって言います。またぜひ北海道に遊びに来てくださいね。そして残りの公演もチームマモみんなで一緒に駆け抜けてください。マモちゃん、チームマモ生ら好きだべさー。だって嬉しい、開拓しちゃったよ北海道。嬉しいね、初めて見に来れる。ラジオネーム牧場の網五郎さんからいただきました。あ、北海道の方です。宮野さん、お晩でございます。いいですね、お晩でございます。ジェネレーティング初日お疲れ様でした。最高に楽しみました。ありがとう。あれのあれにはびっくりしましたし、あれはああいうことなのかと感動したり、あれがあれしちゃってキャーだったり、あれがまさかあれだなんて、もうあれがあれだったので、愛に溢れたライブで素敵な思い出になりました。もう何もわからん。恒例のあれトーク、何も伝わらないけど感動は伝わった。ありがとう。あとなんか半沢だってことも伝わった。そして雪によるトラブルがあって、これ素敵な書き方。北海道の方ね。雪によるトラブルがあって、北海道が迷惑をおかけしてしまったようで、すみません。すみません。だって、かわいい。この言い方。宮野さんがライブをしてくれて、え?すみません、すみません。宮野さんがライブをしてくれて、おだって、てしまったんでしょう。ですが雪を楽しんでくれて嬉しいです。なまらしゃっこいでしょう。真冬に来ていただければ雪だるまができないくらいサラサラな雪になるんですよ。歩くと雪がギュッギュッってなるんですよ。いつか体験しに来てくださいね。ライブもお待ちしてますからね。宮野さん、したっけね、北海道に来てくれてありがとうのございましたのG。 もう途中なんか北海道の北海道を感じたよ途中。おだってしまったんでしょうってなんだろう。なまらしゃっこいはわかる。とても冷たいでしょ。したっけねえば、皆さんしたっけね、またねえか。おだってがわからん。でもね、そうそうそう、いやそんな、びっくりしました。でも、ライブの初日の日はめちゃめちゃ晴れて、それこそ本当にライブ日和で、気温は寒かったんだけども、なんか心地よくて気持ちよくてね、で、みんなの愛にも抱かれて、楽しいライブをすることができたんですよ。で、びっくりしたのが、次の日朝起きたら真っ白なわけ。おぉ、あ、雪降ったーなんつって。北海道で雪に出会えたーなんて感動してて。そしたら結構な大雪だったみたいで、まあ後からなんかニュースで見たら、11月に降ったのは、あんだけの大雪は62年ぶり。62っていう数字、62年っていう数字すごいよね。でも12、1月に降るのはそれぐらい珍しいことだったらしくって。でも確かに、だからこう飛行機もね、確かに飛ばなかったのよ。だから朝空港行って、
あちょっと飛行機遅延してます、あそうかなんつって、で待ってたんでね、ご飯食べながら空港で、そしたらもう、あ結構もうこの後飛ばないかもしれないのでつって、あじゃあどうしましょうなんつって、あじゃあ近くのホテルを取りますので休みますかつって、でホテル行って、休んでたんだけど、なんかねホテルの中にずっとねこうこもってるのもね、なんかちょっと寂しいしねと思ったら、外がね綺麗な雪景色だったわけなので、あそうだ雪だるま作ろうと思って外にバーって出て、ウヤーホーイつって、とりあえず木原さんに雪玉いっぱいぶつけて木原さんにも投げ返されたりとかしたんだけどほんで、まあその後木原さんは温泉とか行っちゃったりとかしたんで、聖夜とかと、まず聖夜を雪だまりにドーンってやってズシャーってなって、ちょっと宮野さんやめてくださいよみたいな、アンガールズさんみたいな雪の払い方をしてて、聖夜がやると思ったみたいな感じでなってて、で次から次へとスタッフをズザーンってやって、その後自分でズザーンって雪にダイブして、冷たかったけど気持ちよかった。あのね雪サラッサラなのよ、あの十分サラサラでしたよ、粉雪、粉雪だからね、あの雪玉作れないのよ、サラサラで、だからギュッてしないと固まんないから、で雪遊びなんてするなんて思ってないから、もちろん手袋なんてないわけよ、だから素手で頑張ってギューってやるんだけど、ちびてーって言いながらでギューってしたら、せいやにバーってああやめてくださいなんつってほんで雪だるま作ろうと思ってはしゃぎすぎだよね雪だるま作ろうと思って雪玉をこう作るんだけど、もう冷たくて限界なわけで、転がしても大きくなんないから、どうしようっつって、なんかちょっとホテルだったら除雪された塊、雪の塊みたいなのがドーンってあったんで、あこれ土台にしようっつって、でそれをあの雪だまりのところでこうコロ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 って転がして、で体ができたわけで、もう一個じゃあ雪玉探して、あったあったってコロコロって頭をポンってのっけたわけ、あ、雪だるまっぽくなったじゃん、こう。あ、いいね、いいね、つって。あ、そしたら、あの、顔になるものを探そうって言ったら、あ、じゃあ僕あの、これ安定しないんで、ちょっと、あの、固めときますね、みたいな感じで、聖夜が、肘で、グッて押したら、バカンって割る。おいあー、すいません。お前何、ね、肘で。瓦割りみたいに、お前、せっかく作った、お前、雪だるま割っとんねんって言って。いやすみません、あの手が冷たくて肘で行ったら割れちゃいましたバカ野郎はしゃぎました。いや面白かったで、最後ね、じゃあ雪だるまとツーショット撮るってなった時に、あの雪だるまの横にしゃがんでこうポーズ撮ってったら、しゃがんでるだけなのになんか氷に滑って俺こけるっていう超ダセ撮りますよ、あちょっと待ってずるっと、ああひっくり返ってどうしたんですか宮野さん超ダサかったなあの時俺ずるんって俺空向いてたもん、あれなんで俺空向いてんだろう写真撮るはずだったのに俺空向いてるっつってああ面白いさあさあ、まあそんなこともありましてね楽しませていただきました。じゃあもう一枚だけいこうかな、これちょっとねちょっとだけ角度の変わった、ラジスマネームターボー参加いただきました。宮野さん、スタッフの皆さん、マモバンはジェネレーティングお疲れ様でした。お疲れ様でした、北海道ニトリ文化ホール見させていただきました、ありがとうございます。多くは語りませんがツアー開始ですね、最高でしたとしか言えません。北海道でライブをしていただきありがとうございました。また来てください。また来ます。宮野さんのツアー最後まで成功するよう祈っています。話は変わって私事ですが、実は今恋をしています。変わりすぎ
話が変わりすぎよ。もうちょっと感動を伝えてよ、ジェネレーティングの。まあいいけど、宮野さん関連の作品をきっかけに知り合い、一回デートをして、趣味も合うし、すごく気になっています。次のデートの約束もしています。映画を見て、ライトアップされたクリスマスツリーを見に行く予定です。クリスマス前だけど。次会えるのはわからないので、早めのクリスマスプレゼントを渡そうと思っています。進展あったらメールします。友達か友達か友達か。まあ頑張って。ファイトフォーラブ、とても支えられています。この恋頑張ります。31歳男だけど一個下かいほぼほぼ同世代やないかい頑張れターボー。さあ、ということで、ああいいね、いろんなライブもね、一緒に見に行きたいとかしてんのかな。ねえ、楽しい時間をね、一緒に作ってくださいね。ファイトフォーラブです。頑張ってね。さあ、そんな中、そんなね、ターボーにも奇跡が起こるように、こんな曲のリクエストが来ております。ラジスマネームミルルンさんからいただきました。マモちゃん、マモ版は、マモ版は曲をリクエストしたいと思います。ありがとう。曲は僕の奇跡です。ありがとう。アメージングライブ DVD 買いました。私はこのアメージングツアーに参戦していました。何より感動したのがこの僕の奇跡で、会場みんなと歌ったシュビドシュビドパラララシュビドシュビドパラララシュビドシュビドおやすみ、本当に感動しました。みんなと心一つになった感じがしました。最高に楽しいツアーでした。ありがとうございます。まさにチームマモ合唱団。いやー、楽しかったね。本当に本当に心一つになるって素晴らしいことだなって思いました。じゃあ、そんな奇跡の夜になるように。宮野守のレイディオスマイル、もうお別れの時間です。この番組では皆さんからのメール、おはがきをガンガンお待ちしております。何でもいいので、どんどん送ってきてください。メールアドレスはmamo@joqr.net、 mamo@joqr.net です。おはがきの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送宮野守のレディオスマイルまで。そしてお送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。なぜならば、レディオスマイルのノベルティグッズ缶バッジが当たるからなんです。ということで、今週の当選者はガラ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 ダン、ラジオネームマキバのアミゴロさんに決定しました。おめでとうございます。北海道の方でございます。よかった、すごい。しかもライブに来てくれた方です。北海道が迷惑をおかけしてしまったようでっていうとても可愛い表現。迷惑どころか堪能させていただきました。美味しい食べ物もたくさん食べさせていただきました。海鮮も食べたし、じゃがバターと塩辛のあの和えたやつめっちゃうまかったし、ホッケもふっくらしてたし、お酒美味しかったのよ。超辛いって書いて、なんか生ら辛みたいな、プラス15辛いみたいな、意外と飲みやすくて美味しかったんですよ。はい、楽しかったな。また北海道行きたいな。絶対行くので待っててくださいね。あ、したっけね。それでは来週も聞いてください。以上、宮野守でした。したっけ、したっけえ、したっけ、おだってしたっけ宮野守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。